今日は父の日ということで、いつも家族のために頑張ってくれてるパパのために手料理を作りたいと思います。豚肉は漬けておくだけ、漬けておいて焼くだけ。パスタも茹でないでボウルの中で全部済ませられるものなので時短になります。でお好み焼きも混ぜて焼くだけっていう感じで、結構簡単にできちゃうお料理ばかりなので参考になれば嬉しいです。豚肉を染み込みやすいように、お味噌が染み込みやすいように少し切り目を入れていきます。こんな感じでジップロックの中に豚肉を入れて、お味噌は大さじ2杯大さじ2よいしょ、結構たっぷり入れた方が美味しいです。砂糖は小さじ2、醤油は小さじ1/2、お酒小さじ1、みりんも小さじ1です。ジップロック閉めてちょっと揉む感じで、もみもみしてなじませます。つけたら冷蔵庫で30分ぐらい置いておきます。次にお好み焼きを作りたいと思います。は米粉を使用します。もちもちで美味しいです。冷凍のものを使います。これはイカとエビと、アサリが入ってるんですけど、イカとエビだけを使います。なのでちょっとイカとエビを分けてます。あんまりなかったんでこれだけになっちゃった。ふんわりラップをしてレンジで2分ぐらい加熱します。米粉 100g 入れていきます。したらお水も 100g 入れていきます。混ぜていきます。卵を2個入れます。はい、卵混ぜます。粉末だしですね、うまみだしの無添加のものを使ってます。これを小さじ2入れていきます。はい、したら混ぜます。毛を切って入れます。ちょっと少なかったかな。キャベツ、千切りのキャベツ、これは切らなくていいのにめちゃめちゃ楽です。キャベツをバッサリバッサリ入れます。もうてんこ盛り入れちゃっていいです。そしたらこれを混ぜます。はい、そしたらあとは焼くだけです。サラダの準備ができました。トマト、まずトマトを切っていきます。よし、トマトは洗います。洗い終わったので切ります。モッツァレラチーズ、モッツァレラチーズも半分に切っていきます。爪楊枝で可愛くやろうかな。こんな感じで4個ぐらい、こんな感じで4個ぐらいやりました。10個。そしたらバジルソースを作っていきます。オリーブオイル、
これぐらいの量、2人前ぐらいで大さじ2ぐらいです。はい、レモン汁小さじ2ぐらい、黒胡椒は少々って感じです。お塩は結構入れます。小さじこのぐらい、こうサササササぐらい。バジルは大さじ1ぐらいです。結構たっぷり混ぜます。バジルソースをかけていきます。サラダ完成です。あとお好み焼きを焼いていきます。お好み焼き、豚肉もちゃんと上にのせます。オリーブオイルを使います。弱火から中火ぐらいの間で火をつけていきます。すっごいボリューム。豚肉は、まあ、そんなに切らなくてもいいんですけど、こういうふうに上から入れちゃいます。肉を並べたら蓋をして、まあ5分ぐらいですかね、焼きます。焼いてる間に洗い物しちゃいます。見てみます。ちょっと裏返します。そしたらまた蓋をして5分ぐらい焼きます。ちょっと息子を見に行ってきます。何してるのかな。あ、ゆりくん何してるの。あ、ピアノ弾けるな。ピッて、ありがとうね、ズキ。はい、じゃあこんな感じでちょっと遊んでてくれてるのでお料理に戻ります。早茹で4分のママを使用します。2人分なので 200g です。パスタは半分に折ります。はい、お水を250入れます。お塩も少し振って、ラップをせずに茹で時間の表記のプラス3分600W で加熱するんですが、これは4分なのでプラス3分で7分加熱していきます。しっかり火が通りました。完成です。パスタが完成しました。ソース作りは牛乳 140ml、水切りしたベーコン、コンソメを小さじ2、まあ、大さじ1ぐらいですね。大さじ1、とろけるチーズ3枚入れます。入れたらラップをして 600W の電子レンジで2分加熱します。加熱し終わりました。まま卵黄2個入れます。そしたら卵を混ぜます。パスタを入れていきます。ちょっと今息子をおんぶしながら作っているのでゆらゆらしていますが、気にしないでください。柔らかい？うん、味もね、最高です。よかった、すごい漬けといたの。うめえ。うめえ。
ご飯いらないけど、だけどご飯欲しくなる。ね、だよね、ご飯欲しくなる味だと思う。お味噌だから。ね、ちょっと違うのもいただきましょう。はい。熱いかな。お好み焼き、ちょっと時間経ってるからちょうどいいかも。では、おいしい？うん、おいしい。ふっくらもちもち。おいしい。おいしい。お肉がこう下に引いてあるやつが、うん、パリパリでおいしい。うん。パリパリ。うん。やばい。で、パスタはフライパンで前回作ったんだけど、うん、今回は全部ボールの中で作ったの。そう。美味しいかな。だからどうかな。どうかな。うん、おいしい。おいしい。じゃあ作るのはさ、やっぱり食べ終わるね。ね、あっという間だよね。カプレーゼ。うん。うん。おいしいよねこれ。おいしい。可愛く4つにしました。よかったよかった。やばいね。じゃあ私もいただきます。